忠だ堂は、三重県伊賀市、上野丸のうち78の一にある建築物。三重県に現存する唯一の藩抗建築であり、国の史跡に指定されている。文化財指定名称は、旧忠だ堂。施設管理は、公益財団法人伊賀市文化都市協会。1821年、伊勢国津藩の、第十代藩主、東道高沢が藩抗である郵造館の施行として、 建築させた。上野城の城市にある。高市博士堂の名は、諸教習慣の伊佐尾高市おもみし、郷、広市つとに由来している。変額は、上杉鷹山の筆。剣術や創術などの道場が併設されていたことも知られており、語学館内絵図の忠広堂を見取りず、伊賀市出詞編にも確認できる。道場では、隣流や若山流、代々東道家に仕えた。 剣術指南役の津田家が教えた、新影流の道場の場所も記載がある。1905年には、忠広堂道の建物を利用して、青山郡教育会附属図書館が開館した。1930年11月19日、旧忠広堂道として、国の史跡に指定された。1984年には別地点に、上野市立図書館が新築され、図書館としての役目を終えた。 敷地の一部は上野市立高橋広中学校となっている。行動もんありがとうございます。